4月の23日の深夜に行われていた、大津さんの方の、海氷見守りの中での音声をちょっと聞いていただいて、ちょっと、立花さんの意見を聞きたいなと思います。今再生します。ということで、私がですね、小木さんが追求している後国でのですね、寄付をしていることをちょっとその質問を投げかけたら、こういう狼狽したような感じだったんですけど、どうでしょう。空気読めってそのまま先そこにおった子に言ったよね。でもやっぱり記者会見って空気読んじゃいけないんですよ。よく山本太郎さんも空気読まないって言ってるんですけどね。僕その質問は見させていただいて、羽田幸正さんのジャーナリストとしての矜持というか、すごいな、素晴らしいジャーナリストだなと、本当にお世辞抜きで、僕もね、いろいろと言われるんですよ。羽田さんはなんかね、変な人だから入れるなとか、いろいろと言われるんですけど、やっぱ気づくところがいっぱいあるんですよね。で、黒川君はあの席で質問に答えるところに座ってるわけですよね。大津さんに失礼だって言うんだったら、大津さん一人座ってればいいわけじゃないですか。ここに横に、確かに大津さんしかいなくて、黒川さんはこっちにいたんです。こっちって3人マイクいたじゃない。いやいや、そのとは違う、その時とは。ではないんですか。その時が後ろにいたんですね。はい、はい、まあ、ただいずれにしても、記者に対して空気読めっていうのはおかしくて、それは、ご質問の趣旨は本記者会見の趣旨とは外れていますので、回答は差し控えさせていただきますってなると思うんですよね。でも、だから、すごいよね。大津さんに失礼だぞって。だから大津さん頼りなんですよ。でもこれが、もう本当に仮処分の決定が下りて大津さんに権限がなくなった瞬間に、これまた揉めるんでしょうね。これ当然それに対して、黒川君に対してこれからどんどん損害賠償請求かけていくことになりますので、そうするとまたお互い多罰なんで、またお互いを責め出すんだろうなっていうのは容易に想像できますよね。だからそこはまあこの先ドロンジョトンズラボラッキーですかね。ドロンジョトンズラボラッキーそのまんまやなと思って。いや、もうこれはまあ僕口止めされてるんですけど、言いますけども、口止めされてても言いますか、言えるところで言いますが、もう幸福の科学さんめちゃめちゃ怒ってますからね。そらそうでしょう、あれだけのことをやってるわけだから。そこと僕が組みましたからね。だって僕、幸福の科学さんからお金なんか借りてないからね。僕は10万円を2回もらったって何回も言ってるじゃないですか。幸福の科学さんを応援している、もっと言うと釈良子投手の後援会長に2回10万円みずほ銀行の大阪中央支店に振り込んでもらいました。2019年までの話です。で、黒川君はその社長から100万円もらってるんですよ。いや、立花さんには10万円2回ですけど、僕黒川さんには100万円って言ってるんですよ。もちろん幸福の科学さんはもちろんその幸福の科学という法人だけじゃなくて、もう行きますよと。それはね、さすがに信者さんの前であそこまでね、もうだってやってることは憲法違反ですから。2連ポスター上げて宗教団体に対して圧力かけてるわけでしょ。あれはもう明らかに憲法違反ですから、
そういうことを平気でしてる人を秘書にしてるわけですよね。でもあの3人僕からか見たらもうすごいよなお前ら3人っていうこれあんたたち本当大丈夫なんていう。だそれは本当に民事も刑事も含めて、だって黒川君なんて起訴猶予処分になっただけでね、思いっきりあれじゃないですか、起訴猶予処分ですから、次やったら合わせ技で起訴するでっていうレベルでしょ。その政治資金の報告をしてない人が真面目にちゃんと報告してる人間を責めてきてるっていうね、お前報告してないやみたいな、もう滑稽なんですよね。それを原田さんが追及したから、まさに図星だから怒るしかないんですよね。空気読めよここに入れてやってるんだぞ、 YouTube の再生稼がしてやってるんだぞ、空気読めよって意味でしょあれ多分ダブルブッキングも嘘ついてるし、あれ業務妨害で、あれも別に貸し会議場の方がダブルブッキングしてるわけじゃないのに、ダブルブッキングって言ってまるでね、そういう管理力がないかのような風潮されるのも業務妨害だろうしね。ただまあなかなか面白いですよね。もうさすがに僕が止めても止まらないですわ、あんだけやっちゃったら。ひろし君の弁護士ももう嫌だって言ってましたよいやもう付き合われって、それは無理だよね。だからみんなまだ知らなかったんです、僕もちょっと知らなかったんです、あそこまでひどいとはね、大津さんについても黒川君についてもひろし君についても。だからそれは弁護士だってさすがに世論っていうのはめちゃめちゃ気にするから、あの状態でひろし君の代理人とかしたらもうボコボコに叩かれるわけですよね。だからあの会見弁護士出てきてないんです。だってタイトルがそうでしょ、仮処分のことについて説明しますでしょ、で仮処分 の新陳期日に出頭しない大津さんが喋ってるんでしょ弁護士しか言ってないのに、でそれは弁護士、それは無理ですよあの状態じゃ。で、あの高野先生のところっていうのは多分タイムチャージで1時間10万円のところやと思います。タイムチャージでめちゃめちゃ儲かるんですよね。だからもちろん勝てなくてもいいんですよ、あれもうまだ勝てないって分かってるわけです。でもそれを多分大津さんの お父さんが出してくれてるんでしょ。だからもうそこはどん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 やってくれたら別にいいんじゃないのっていう。だって5月の2日に出てきたものって、まずなぜ臨時管理人の立花久美を債務者にしたのっていう一番大事なところについて言及なしですから。共産党袴田事件についてもそれは概ね認めているのに、じゃあ今回何が違うのって言ったら、もう同じように大津さんは反抗してるんで、いやだから反抗してないものも辞任じゃなくて解任を言ってるのに同じことをつらつら書いてきてるから、である程度書かないとお金もらえないから書いてるのかなみたいな感じですよねまあ面白い人たちだなと思いながら、だから僕はやっぱりあの2人と9時間喋ってみて、やっぱりこいつら切らなあかんなって心から思った理由が皆さん分かっていただいたでしょ。この人たちに5000万とか6000万払うのはそれこそ党としての不正な資質になるわけですよ。で彼の人らは未だ僕の不正な資質で何一つ言ってないじゃないですか。不正な質があるように見せかけて、その背任行為をしているとか僕の名誉を傷つけているので、この後、まあ、あの法の下の裁きを受けてもらおうかなって感じですけど、本さんの会見で29日に辞任を言った言わないみたいなのあるじゃないですか、大津さんが、はい、でそれが大津さん的には無効だっていうふうに会見で言ってたと思うんですけど、立花さんが辞めるって言ったのはなんか有効っぽいような、いやあの人はもう党が関係ないからねって言ってるんですけど、それはどう理解すればいいのかが分かんないだからまさに都合のいいことだけはそうやるんですよね。自分は口頭で言ったのは無効で、立花が言ったことは有効だってやるわけでしょ。だから一時が万事なんですよねそれがすごいなと思うんですけど、実は今回の、無効の反論も3月29日の発言は辞任の発言じゃないということをつらつら書いてるんですけど、まあこちらはいやいやここまで言ってて何を言ってるんですか、むしろ、理由もはっきりしているわけでね、もう30歳で選挙にも2回も出てる人が理由をはっきりと、こういう状況だったら辞めないと、私がこれ以上党を乗っ取ることもダメとか、これ以上ここでも自分のわがまま通して乗るもって、もう明確な辞める理由まで正しく理解して言ってることを否定してきているので、なんかそれで僕が辞めることについてはっていうことはすごいねっていうふうに
あれ見たらほんと分かるでしょ。あれね、本当に自分にとって都合のいいことだけ聞いて、自分にとって都合の悪いことはこう耳塞ぐっていうのは、あれ生きていく術なんですよね。ストレスが溜まっちゃうんで。それはそういう人たちが今インターネットで集まっていってるわけですね。だからその似た者の人たちが集まってくるので、自分の周りは自分の考え正しい。だっていまだに大津さんと黒川君一緒に記者会見してるわけでしょ。考えられないじゃないですか。でもどこまで行ってもあの人たちは、あ、黒川さんはダメな人だけど私のことを褒めてくれるからみたいな感じなんでしょうね。自分にとって都合のいい、この黒川君は絶対悪者であってはいけないから、彼のマイナスについては入ってこないんですよね。で、自分が敵対する人については根拠もなく悪いのが入ってくるようにすると永遠にハッピーじゃないですか。であれが多分生きていくための多分一つの能力として身につけてるんじゃないですかね。ある意味すごいと思いますけどね、はい、NHK をぶっ壊